どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。お待たせしましたね皆さん。さあ本日はやっていきますよ。伝統芸能ですよ、伝統芸能。新パックによって登場しましたキラートマト。まあいろんな使い方ができるモンスターなんですよね。リクルーターです。今日はですね伝統芸能ですね伝統芸能をですねお見舞いしていきたいかなと思っておりまして、これ本当はねキラートマト、リクルートってこちらに効果ね、戦闘によって破壊されるとデッキから攻撃力1500以下の闇属性を攻撃表示特殊召喚できるよっていう、まあ、リクルーターなんですけれども、まあ、これでユベルとかなんか、ウィラコチャラスカとか、まあ、そういうモンスターは もちろん出せるんですけど、これね自爆特攻、なんつうのこれジャンク自爆特攻っていうのデッキご存知ですか。これまあ天才が作り出した、まあ、天才が作り出したっていうかそもそも OCG にあるからこのギミックが有名なんだけど、デュエルリンクスことにデュエルリンクスにおいてはすげえ決まりやすいんですよ。これどういう風な戦い方をするか、ジャンクアタックっていうのはですね、装備モンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊するとそいつの半分のダメージを相手ライフに与えると、これ相手に装備して自爆特攻すると相手ライフにダメージを与えられるんですよ、この効果として。だからジャンクアタックを相手のモンスターに装備して自爆特攻リクルーターでひたすらに攻撃を加えて、で破壊を続けていくとどんどん相手ライフをちまちま削れるっていう戦法なんですね。これがまあ天才の作り出した伝統芸能ギミックで、これいろんなカードでやってきたんですが今日はですね、トマトでやります。超絶トマト軍団でトマトしかいねえっていう、これ愛すべきリコピン特攻部隊っていう、まあデッキ名をつけてるんですけども、クソ楽しい。これキラートマトで、まあ、ジャンクアタックを装備したやつに攻撃しますよ。でキラートマトするで、キラートマト最後の効果でプチトマボーを特殊化する。でプチトマボーは戦闘によって破壊されるとデッキからトマボーと名付いたモンスターを2体まで特殊化できるよってここ持ってるんで、プチトマボーを出して、プチトマボーの効果で、今度またこうトマボーを出して、でトマボーみたいな、だから、キラートマトプチトマボートマボーっていうですね、トマト9連打、トマト9連打です。はい、やばいです、語彙力。まあそういうデッキとなっております。で、バックを除去する、まあ局所的ハリケーンね、あとはですね、このメココテツ、これはまあジャンクアタックを持ってくるよ、召喚剣を使って持ってくる、リリースして持ってくるやつとかもいるんですけども、まあやっぱ壁になれるんでね、コテツは。なんでまあコテツの方がいいかなと。であとはまあキラートマトを持ってこれるようにクリッター、そしてスーパーアドソンカード、謙虚な万兵なんやこのカードっていうね、これクソみてえなアドソンカードを今回採用していまして、自分の手札を公開してデッキに戻します、1枚を。これなんで出てるかっていうと、これ、ね、リクルーター低すぎるとね、リクルート続かないんですよ。キラートマトとか戻したいみたいなことがあって、デッキに戻れみたいな、デッキ戻れみたいなことがあるんで、これをまあ一応採用してるという形でございますね。はい、まあ、一応シンクロもなんかワンチャンできます、2が入ってるから。はい、で聖なる守護っていうスキルで、その自分の戦闘ダメージゼロにできるんですよ、自分のターンで。これ今その磁石がいるんで磁石詐欺ができるからちょっと強い。はい、早速リコピを相手に摂取していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、変態 HK 変態仮面さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、あこれは勝ちではこれは勝ちではカイク、あカイク、えカイクどうだろう。えカイクってさ、あれさ、なんかさ、なんか戦闘ダメージ与えるとなんか除外さ、あ戦闘ダメージねえわ、いけるわ、強え、最強すぎた、戦闘ダメージねえわ、聖なる守護やから。神ドロー、神、局所的ハリケーン。おナビゲートいいだろう、守備表示で出しても攻撃表示で出してもどっちでもいいぞ。リコピン今からお前に注入してやる、リコピン、お注射のお時間だぜ。リコピン、勇者ヨシヒコって皆さんご存知ですか。勇者ヨシヒコ、もうこれ1枚でいいや。これなんか1枚で削れるっていうとこ見せるわ。
1枚で削れるんですよってこと見せるわ。キラートマト召喚、皆さんはあの勇者ヨシヒコっていうドラマをご存知ですか。リコピンっていう魔法がありましてね、相手の体にリコピンを注入するっていう魔法なんですけども、墓地のキラートマトの効果発動、キラートマトでデッキよりキラートマト特殊召喚トマト2連打、トマトの効果、トマトでトマトが出てくるよ、トマトでトマトが出てくるよ、3連打、えいドウで、トマトの効果、トマトがやられて、トマトがやられて、トマトが出てくるよ、トマトがボンボン出てくるよ、あい、今何連打だ、これ4連打か、4連打、はい、プチトマボーの効果、むせたわ、トマト強すぎてむせたわ、プチトマボーの効果でプチトマボーとトマボーを出して、プチトマボーいけ、これ何連打目だ、5連打目か、5連打、ジャンカタックの効果、そしてプチトマボーの効果、このカードが破壊された場合デッキよりトマボーを2体特殊召喚していく、すごい盤面だ、すごい盤面だ、いけおりゃー対戦ありがとうございました。さあお相手の方、20代選手よろしくお願いします。デュエル3枚、髪型かっけーわー、俺今度なんか美容室行ってなんか20代の髪型してくださいって言ってこようかな。どうなるんだろう、でも長さ足りねえか、長さ足りねえ、誰かさ、そしてこのルアちゃんの髪型にしてみてくれない。ルアちゃんの髪型のさ、このさ、この髪の結び方が一体どういう次元の結び方なのかちょっと俺わかんないんだよね。ネオスフュージョンいいでしょう、ネオスフュージョンはなかなかいいぞ。これはジャンカタックトマボーだけだと無理だから、なんかリクルーター1枚でも引ければ多分いける、多分2枚あるから今ジャンカタックがで、小鉄で3枚になるから、これ多分ねプチトマボーでもいけんじゃない、これ多分だけどプチトマボー1枚でもいける。ちょっとプチトマボーがキラトマトください、プチトマボーがキラトマト、あ、一番不正あります、あーなるほど、 OK で、小鉄さんの小鉄ちゃんの効果、小鉄ちゃんの効果で3枚目になっていた、よしこれで、あとはトマト、プチトマトか、でけえトマト、プチトマトか、なんかでけえトマトを引くだけっていうお仕事、うおーシャイニングドロー、ああジャッカタック装備、はい、ちょっとさ、そのセットカード何なのか分かんないけどさ、これ許してくんない、これ、あ、来た、ナメポジさん、ジャンクアタック1枚で削るところを見せてやる、よっしゃーおれしゃおらーしゃおらー、何が銀幕じゃボケー、銀幕とかも甘えじゃない、何意識してんすか、ジャンクアタック対策しないと、小ずさえ積まないと甘えじゃないですか、銀幕はこんな攻撃力1400しかないですよ、こっち攻撃力一番高いやつで、銀幕で何を反射するんでしょうか、ちょっとよくわかりませんが、プチトマボーでいきますよ、はいでは、はいはいはい、遊戯王最高に楽しいんだが、やべえ、コミティなデッキだな本当に、これトマト何体出てくるんだよ、トマト何体出てくるんだよこれ、はい、うわー、はい、いけ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 、おらーおらーおらー、うわー、さあお相手の方、パンダラ選手よろしくお願いします。闇の力、お、何ですか、闇の力何のデッキでしょうか、まあ、とりあえず一番セットします。あー、ちょっとこれは事故り気味ですけども、まあ、一応 なんか頑張るとね、なんかね、シンクロ体で戦うっていうのが意味わかんないこともでいいんだよね一応このデッキなんかスノー いいよ、あとジャンカタック聞いたからこれワンチャンある、ワンチャンスあります、これキラートマトをサーチさせてくれればワンチャンあります、あ、やめて、あ、ナイスナイス、
何して、もういいや。ちょっとさ、待って、俺取引つらいんだけど、取引でさ、デッキ掘らせるのやめて、自動的に。強制的にさ、取引使われて、なんか俺リクルートしたくないんだって、デッキから。やめてよ、やめてよ、もうやめて。プチモボ、ちょっと勘弁。一回それで、今何回使った、3回使ったっけ、もうねえか。デッキあんま掘りたくないんだって。デッキ掘りすぎるとリクルートいなくなるから。あんこからもういいよ、オッケー。なるほどね、はいはいはい。でこれどうなるんでしょうか、一体全体。リフレクター、なるほど、リフレクターバスビ、なんでエンフェかな、あれかな、なんか暗号界の門をエンフェで割って、エンフェで門持ってくるみたいな、そういうパターンですかね、もしかしたら。6-1、なんかそれくせえな、違えかな。これで、1-6でシークル召喚して、誰か、あ、エンフェ、オッケー。で、うなぎ出てくる。これうなぎで効果発動して1000ライフ回復して、はいはい、これ強いね。ああ、なかなかいいじゃん。ああ、面白いね、その動き。はい。で、煉獄、残り3枚。あ、これもう、オッケー。門交換、オッケー。何が出てくるんですか。セルリー、お、やばそうな気配してくるぞ。やばそうな気配。あっ、あっわっ、あっ、じゃこれマジで何でもありだな。もう、もはやもう、この時代、マジで何でもありですね。本当に、それ、私のモンスターなんですけど。